アイオイ線は、かつて、日本国有鉄道が運営していた、鉄道路線である。北海道網走郡美幌町の美幌駅で、赤北本線から分岐し、道郡津別町の北見アイオイ駅までを結んでいた。1980年の、日本国有鉄道経営再建促進特別措置、防止項により、翌年9月に第一次特定地方交通線に指定され、 1985年4月1日に全線が廃止となった。釧路美ロ間を結ぶ、戦尾線として計画された路線で、1911年の第27回帝国議会では、阿寒郡薬別村民らによる、釧路美ロ間鉄道促成の件という請願が提出、採択され、1912年にも請願が出されている。 1919年3月19日の第41回帝国議会衆議院、請願委員会では、美ホロ総省館宅職事業鉄道施設促成の件という請願について、議員の寺田正規が、美ホロ総省線はすでに対象10年から寄港することになっているのでありますけれどもと発言しており、道路線にあたる区間の着工はこの時点で決まっていた。 1921年3月2日の第44回帝国議会衆議院聖願委員第4分科会の会議録では議員の木下聖太郎が美ホ総召官並びに IOE、串路間鉄道不設の件という聖願に関する説明で2つの聖願が出願した地方の違いで分かれているが一体のものであると述べている。1922年の改正鉄道不設法別表 第148号で、釧路国釧路より、北見国あよいに、イタリール鉄道と規定された。国の財政事情で中断され部分開通したもので、1924年に、ビホロから津別まで、翌年に、北見あよいまでが開業した。ビホロから釧路までの区間は1912年に、実地測量まで完了していたものの、1931年に、本領線にほぼ並行する。 専門線が全線開通したことで、路線建設の意義が薄れたこともあり、釧路までの区間の着工が放棄された。1968年頃には、北見愛尾駅から阿寒湖を経由し、白ら線までを結ぶ阿寒線の建設運動が、地元自治体を中心に行われたが、実現しなかった。1980年に国鉄再建法が成立すると第一次、 特定地方交通線に指定され、1985年4月に廃止された。釧路川では1923年に北海大港鉄道がおすベツ丹山まで開通させていたが、炭鉱の閉山に伴い1970年に廃止された。大体バスは、鉄道と同じ日頃向けの路線と、人の流れに沿って、北見向けの路線が運行されていたが、 2012年10月に、津別町営バスが事業を終了し、津別愛よい館は予約制の根性スクールバスへ移行した。また、かつては、阿寒バスが、釧路阿寒湖半尾滅館のバスを運行していたことがある。接続路線の事業者名は、愛よい線廃止時。全駅北海道に所在。仮上湖場には営業キロが設定されていなかった。括弧内に、実キロを記す。 ありがとうございます。